七番の文法は、何〇と言えなくもないです。この文法は、二重否定を使い、そのようなことが全くないわけではなく、それが存在したり成立することもあるという意味を表します。二重否定で消極的な肯定を表します。では、具体的な文型を見てみましょう。 動詞、普通形と言えなくもない。言い,い形容詞と言えなくもない。な形容詞だと言えなくもない。名詞だと言えなくもない。では、例文を見てみましょう。1。田中くんの絵見て小学生が描いたみたい 確かにうまいとは言い難いけどある意味これは前衛芸術だと言えなくもないな、2. マイクさんは日本に来た時に比べれば日本語が上手になったと言えなくもない。まだ文法を時々間違えるけどね。 3新入社員が人気の俳優に似ていると聞いていたから期待していたが実際見たらそうでもないまあ眉毛がすごく太いところと目が細いところは似ていると言えなくもないけど。 このように消極的に肯定に評価するときは、と言えなくもないを使います。8番の文法は、名詞で持ってです。助詞での後に持ってをつけて、でを強めた言い方になります。この文法は手段と方法を表します。話し言葉です。 例えば、今日までの勉強の成果をテストで持って証明してみせる。書き言葉や正式な言葉は、をもってです。では、でもっての例文を見てみましょう。一今はインターネットでもって、どんな商品でも手に入れることができる。 A 社が先日新製品の発表をしたが技術力でもって弊社にはかなわないだろう。3他の選手に比べれば自分はうまくはないが練習量でもって補おうと思う。